無敵艦隊の機関にして、輝ける黄金を計測せし者。無敵のテンペスタ、サンマルチーニョが挨拶申し上げる。指揮官、次の大戦戦はいずこへ。指揮官、本日はどのような偉大な聖戦を始めるまずは手元の仕事から。 かの無敵艦隊の輝きは、このサンマルチーニョが引き継ぐ。同じ艦隊を率いる存在として、指揮官は我が背負うものを分かってくれるだろう。私の翼、輝ける黄金の光より賜る成績なり、触れることを望むか無敵のテンペスト、その詩の数々を聞きたい ならば時を待つといい。憎き敵との戦いが来れば、おのずと風繁より響き渡ろう。艦隊の補給では、特に食料品の補給に気をつけるように。うむ。私の実体験に基づく結論よ。嵐が吹き荒れる日の出航は厳禁。 怖がってなどいない。ただ、翼が濡れると思いから。苦しくても声を押し殺す。そう。我慢強さを見せるのが大事だ。嵐も敵も弱い者に同情なんて見せない。検査をしてくれているのかこの微熱は一体。 新しい任務うむ、ん。聖戦へと向かう前に、船体の検査と補修をどうか忘れないように。任務の報酬、我らが大戦戦の戦費相応のものだといいんが。新しいメールうん。やっぱり指揮官自身で確かめた方がいい。指揮官。 戻ったなら体の見分を。腕、足。よし。どこも問題ないな。同じ艦隊を率いる存在として期待していたが、このサンマルチーニョも見誤ったか。指揮官、聖戦の戸では私にしっかりついてきてほしい。輝ける黄金の光は、 我らをすべて守ってくれるはず。遠征艦隊が帰還し、財宝も叱るべき場所に戻ったと。グラシアス。我が憎き敵に、滅びの調べよ。輝ける黄金は、勝利の航路にその光を降り注ぐだろう。剣の将来を期するまで。 無敵艦隊、我が命に従いこの程度、まだ。